腰だ。こんばんは。2月10日水曜日の夜でございますね。平山茂と申します。近いですか？すいませんね、ちょっとこうなるとこういう感じになってますけども、いや水曜日ですね。もう週の真ん中でございます。あと木金土とね、あと木金ですね、土曜日休みという方は、あとちょっと頑張りましょう。はいね、今日は特にこれといって何にもないんですけども、大丈夫ですからね。大丈夫です。とりあえず僕は今現場から会社に向かっているんですけれども、時刻は16時28分。会社に戻って30分ぐらいで戻るんですけど、そっからまだ仕事があるのかどうか、またどこかに行くことになるのかならないのか、ちょっとまだ分かりませんけれども、会社に向かっております。動画をねアップした時間はね、まだお仕事されている方ももちろんいらっしゃると思いますし、動画がアップされた時間ぐらいからね、夜勤だよこの野郎っていうね方もいらっしゃると思います。もうみんな頑張りましょう。もう言うことはそれだけ。そして大丈夫、大丈夫、それだけだ、明日も頑張りましょうよ。よいしょ、明日も頑張っていきましょうね。今日もいい日で、明日もいい日にしちゃいましょう。楽しく、いろいろあってもね、頑張ったらいいことある。ということで、また明日でございますね。いやー眩しいな。ではまた明日。平山茂でした。おやすみなさい。およそ200メートル先、左方向です。